横にするとパッツン感出ちゃうんで、縦にしてもらってゆっくりチョキチョキ切ります。せーの、イストルテどうもコハルです。今日はお家でもできるセルフ前髪カットをやっていきたいと思います。今日使うのはハサミと普通のコムです。普通に前髪をまっすぐ全部下ろしてもらって、だいたい黄金比率って言われてるのが黒目の外側と黒目の外側なので、取ってくる位置がその場所になるように、だいたい多分この辺いらないなっていうところ全部耳にかけちゃいます。耳にかけられない人は、まあ、クリップとか止めてもらえるとやりやすいかなって思います。今日切る長さが眉下ぐらいなので、あんまり切りすぎて失敗したくない人とかはやってみてください。で、分け取れたらまっすぐ下ろしてもらって、真ん中の眉間のところにある髪の毛をちょっとすくって、ここのところはちょっとこう邪魔だからあっち行ってしてもらって、まっすぐ下ろした状態で指で挟んでもらって、横にするとパッツン感出ちゃうんで、縦にしてもらってゆっくりチョキチョキ切ります。でこの時に指を挟まないように気をつけてください。あげると結構失敗なく切れるのでおすすめです。若干全部パッツンにするっていうよりかは、真ん中短めでこうラウンドするような感じの方が普通に下ろした時に綺麗に見えたりするので、これくらいになったら他のところ下ろしてもらって、なじませた状態で違和感なければ完成です。これでアイロンで巻いてる人とかはこのまま若干毛先巻いてあげると、ほんと眉毛ぴったしぐらいになるので切りすぎないかなって思います。こんな感じです。コバルでした。いつぶて